勉強、3時間ぐらいだったかな。あれ、ちょうど3時間勉強しました。ではね、図書館を離れてイオンに行こうと思います。今日はね、Go to Eatのね、地域券買いに行こうと思いますね。21日から販売してます。もう売り切れちゃったよかな。ではね、岡山城が綺麗な図書館ね、この吹き抜けね、綺麗なんですけど、では移動します。今日もイオンに来ました。今日もじゃないか、久しぶりですね。で、Go to Eatのチケットを買いに来た。どうかな、売ってるかな。それとオーナーズルームに行きます。K のあれだな、今あの総合受付で聞いたらサービスカウンターで売ってるって言ったんですね。プレミアムカードだ、すぐ買えないかもしれないって言ってました。まあ、とりあえず行ってみましょう。はい、プレミアムカウンターじゃねえや、2階3階でもやってる。あ、やってる。まあいいや、こうすぐですよね。そうです。この感じだとね、あ、ありますけど、はい、プレミアム食事券買うぜ。あの奥だったんですね。イメージよりか空いてるかも。こう言いながらもう待ちきれずに行っちゃう人もいらっしゃいました。ああ、はい、はい、何気に空いている、あんな感じなんですね。受付2つぐらいだったんだ。3列ぐらい全然空いてるかも。知らないのかな、みんなね。宣伝が足らないのでは。こんなお得なチケット看板があった。あ、500円単位なんだな。あ、ランチに使えそうだ。これはいいかも。わあ、これは牛カツ。イオンモールで、あ、ボテチューが使える。おお、これ買いだね。うわ、これ500円ファインですね。あ、これは無駄なく使えるかな。Go to Eatの岡山県版を買いました。何気にめちゃくちゃ空いてました。はい、これね、知らないのは損かもしれないよ。とりあえずあの Go to Eatのスマホ版でどんどん使っちゃいますよ。 ねえ、あんな3箇所だって意外と冷めてるんだよ、ね、意外と岡山の人はね、こういうコロナの復興に、てかもともとコロナの影響がないんだよね。やってきましたが、あ、少し状態が変わってるぞ。状態変わってる。オーナーズラインラウンジ。あ、いつもと違うぞ。あ、これは再開の兆しありか。まあ何しろ入れない、厳重に入るのがあっちゃってるけど、株主ラウンジ、ゴータートラブルが宣伝されているけど、なんだよ、いつも前よりが厳重になったな。なかなか株主なのに利用できない。今日もダメでした。イオンラウンジ使いません。